はい、どうもこんにちは、ダイダでーす。うっす、リネージュ2レボリューション、今日はやっていきたいと思います。で、なんとこの度ね、このアプリついにリリースされました。もうずっと前からもう、わ、来るぞ来るぞと言われてたアプリで、めちゃめちゃ楽しみだったんですよ。超大型のね、MMORPG ね。まあどんなゲームかっていうと、ドーン、多分ここに出てるね。まあなんだろう、ネットゲームで、ね、他のプレイヤーと一緒に、協力してクエストをこなしていったりとか、なんか50対50とかの大規模な戦いができるっていう、すごいよねこれ、スマホでそんなことしちゃうんだっていうね。で、まあ、実際本当遊んでみたらね、もうね、 MMO だこれって言って、 MMO だって言って、もう止まんないよねこれ本当に。で、まあそんなゲームをね、今日は遊んでいきたいなと思います。僕もね、今めちゃめちゃやっててね、楽しいですので、そこがね、伝わればいいなと思います。で、今、自分が作ってるキャラクター、ちょっとじゃあ、ね、今ここに佇んでる、指を構えて佇んでるイケメンがいると思うんですけど、これ僕なんですよ、皆さん。本当、あ、大だなと思ってたってね、ありがとうございます、皆さん。そんなこと思ってないかもしれないですけど、ちょっと待ってね、見ちゃう、俺のキャラクター。はい。ドン。見て。ね、このイケメンオーラ出てるでしょ皆さんね。で、今使ってる武器は弓。マジ笑えるぜ。何笑っとんねん。これすぐ笑うなこいつ。なんか笑うのが同じのが連続できちゃって、ちょっと面白いね。で、今これ、種族がダークエルフで、今職業がローグでやってます。ね。まあ、職業じゃない、クラスですね。クラスがローグでやってます。まあ、弓とかね、探検とか、使える、ものでして、まあ、遠距離からなんかね、弓チクチクしたりとか、探検でズザズザ背後から切ったりとか、そういうね、やつとなってます。まあ、なんていうかね、意外とこれいいと思うんだけどな、俺。強いと思うんだよ。弓でさ、狩りとかするときもさ、どんどんね、敵キャラクターを遠距離から倒していくっていう、近づけさせないっていう戦い方がすげえ好きで、いや、俺は多分、超強いと思うよ。俺はダークエルフを押すからね、みんな。イケメン、もう可愛い子とか、俺可愛い子とめっちゃ悩んだ、ほんと。ね、ドワーフと悩んだけど、俺はダークエルフで、ね、リネージュをやっていこうと思っております。はい、では、今からね、クエストをちょっとやろうかなと思っております。ウィークリークエストっていうね、なんだっけ、ウィークリークエストって。なんだっけって。あれですけど、1週間でなんかクエストをコツコツプレイして報酬をもらうってやつがあるんですけど、それで今ね、このクエストね、リコール25で倒してこいって言われてるので、ちょっとこれをやりたいなと思います。なんか他にプレイヤーさんとかいないかな、ね、なんかちょっといたらね、ぜひともこんにちはとか、せっかくなんでコミュニケーション取りながらやってみたいなと思います。こんにちは、今撃ったよ俺ね。えちょっと待って、誰かいるかな。ちょっと歩きながら、こんにちは、こんにちはって言ってみましょうか。あ、おる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 、普通にプレイヤーおるで。こんにちは。ねえ、大丈夫ですって来てるぞ。ねえ、何が大丈夫やねん、お前は。なんじゃねえよ。お前、これ定型文ずっと打ってるでしょ。ちょっと、ダイス、なんかサイコロ振っちゃったんだけど。1。ちょっと、これは何をしてるんだろうな、サイコロ振って。サイコロ勝負ね。さあちょっとね、ここに今いるレオくんって子が今ねいるんですけど、僕とねよく一緒に実況動画撮ったりとかしてる子なんですけど、パーティー組んでやっておりますね。誰もチャット返してくれなかったら寂しいなと思ってレオくんをね一応呼んでたんですよね。こんにちは。ちょ、誰も返してくんないね、ほんと寂しいな。ちょ、なんかね、感激って送る。感激じゃないよね、パーティーしませんか。あ、間違えた、もう組んでまさやって送っちゃった。上に吹き出し出るんだね。さあちょっと敵ね倒しながら行きましょう。これね、あとね一個ね面白いのがあって、これオートで戦ってくれるんですよ。なのでちょっと今適当にオートでね、やろうと思います。
やっぱクエストをね、やっぱこの辺だったらやってる方がちらほらいますよね、ほんとね。僕結構ここね、あの最初の方なんですよ、クエストを受けられるのがね。なのでなんか微笑ましい気持ちになってくるね。ね、いいですね、ほんと。あ、パーティー増えたよ、パーティー増えた。ちょ待って、パーティー増えた。あら知らない人がいっぱい来ましたね、これ。でなんか嬉しいですね、これ。全く知らないんですけど、この方々、こんにちはって言っときますか、せっかくなので。こんにちはこれパーティーでやった方がいいね、これ。あら、まあねえ、おっと、よいしょ。じゃあちょっともうちょっと狩りし続けましょうか。あ、ちょっと待って、なんかウィークリークエスト終わっちゃったんじゃねえ、俺これ、もしかして。ちょっと待ってくださいね、クエスト。あ、終わった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 。ね、よいしょ。パーティーで何するのって言ってるんですけど、これ、りょうくん答えといてくんないかな。とりあえずクエスト受けちゃいましょう。あ、クリアしちゃいましょう。よし。さあ、報酬ゲットです。で、まだクエストいっぱいあるんですよ。凶暴ななんか倒してきてって言われた。かあ、またやるかまあこんな感じでね、ちょっとパーティー組ん、知らない人とパーティー組んだりして、で一緒にクエストしたりとかできます。で、ちょっとまあこの後どうしようかな。で、この人たちと遊んできますわ、少し。はい、じゃあね、ちょっとあの後パーティーで少し遊んでね、解散してきました。で、せっかくなので今からね、ガチャしたいと思います。ガチャなんだけどさ、もう一個引いたんだよね、1回限定でやつ、 SR 確定ってやつで、今持ってる弓を引いたんですよ。だけどね、もっと欲しいなってことですので、ちょっとね、何回かだけ少し遊んでみたいなと思います。ガチャしてみたいと思います。いきますよ、何回引こう。5回、いや、SR 以上出るまで引こうと思います。いきますよ。まず1回目。頼む！あー！ここがね、なんか横の石がね、金色だったらほぼ UR 出るのかな。なんかそういうのツイッターで見たんですけど、どうなんでしょう。え、待って、これって来たんじゃね？いきなり。うおー、演出これかっけえな。SR 来た！一発で来た！ SR！赤トロングボ。うわ、これでも1回って寂しいからもうちょっと引くね。でも UR 欲しいな俺。でもじゃあリトライしましょうか。もう1回ワンモアワンモア。さあ、いいの来てくるよ、来い。え、これ流れ来てるってまして。さあ、何が来るか。あ、これレアの香りがするですよねあれ、一発やめときゃよかったかなこれ。もう1回いくよ。この演出なんかすごいかっこいいよね、なんか。うわー、ぐるぐる回って時計みたいなのがね、ほんと。うわ、またレアじゃん、もうこれ。やめとけばいいかな、ちょ、待って、もう一回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 。お願い、お願い、出て。頼む。あー、ダメだ、これ。ね。じゃあもう、一回しか引いてないってことにしときましょう。そうそう。まあでも1個は SR 出たからやったって感じですね。ちょっとね、 UR 欲しい。あ、ありがとうございます。すごいすごいでしょね。ハイタッチ、じゃハイタッチやろ、ハイタッチ、ハイタッチやる、一緒に。よいしょ、いくよ、せーのまあ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 、オッケーでしょう、イエーイ。はい、急すぎだと思うけど、レオンちゃん、あのさっきからゲーム内にはいたよ。うん、いたいたいた、ハイタッチしたよね俺と。ピーッ、改めて出ることになりました、うん、レオです。どうもこんにちは、す、よろしくお願いします。なんかレオくんが俺よりやっぱ進んでるんで、ちょっとアドバイスしてもらおうかなと思ってさ。さほどですけどねまだやり込んだって言ってもみんな用意どんだからあんま変わんないけど、まあでもいける範囲はね。今からね、ちょっと傲慢の塔ってところに行きたいなと思ってて、はいはいはい、どんぐらいまで行きました。まだね、3回。おお、まあそこぐらいだったらね、うん、とりあえず今の装備でも全然問題なく、あ、いけ、全然大丈夫、いけると思いますよ。ちょっと傲慢の塔行ってみましょうか。これ今の戦闘力がまあ約25,000おすすめ戦闘力は5,500だから、まだまだ全然余裕、全然5倍大丈夫。そうそうそう、で5回ごとにそのちょっと強い敵が出てくるから。え、そうなの。そこまで行ってみたら。あ、そうだね、じゃあ行こうか。これじゃあ僕今まだですか、12回とかまで行って。
結構いってるね。そこら辺で12,500とかかな。ああ、なるほど。まあ、とりあえずこれも全部オートバトルで軽く戦っちゃうよ。そうそう、全然問題ない。で今ね、よいしょ、スキルなしでも全然いけたわ。でボスがちょっと強いぐらい。ああ。まあ、今だったら蹴散らせるでしょう。ほら、ほら、2発でいけたわ。熊狩りですよ。今日は熊鍋よ。熊鍋は難しいから。あ、そうなの。臭みがすごい。右手が美味しいんでしょ。あ、だからその右手が蜂蜜をすくうから美味しいって言うらしい。ほら、全然そんな話いる。いいけどさ、まあまあ、このオートしながらだからね、こういう会話もできますよと。で、次の方いっちゃうよ。あ、いいよ、どんどん行きましょう。え、大丈夫、俺怖いんだけど。ちょっと強い。ほー、言うてでもまあそんないけると思う。あ、ちょっと待って、普通に戦うわ。俺が戦うわ、これ今回。俺がスキルとか使ってバシバシュー。あ、いいっすね。スキルレベルとかもちゃんと上げてるよ俺。そのオートじゃない場合はうまくぐるって回って敵がまとまったところにスキルを打つと。いい感じ。え、ちなみにレオってさ、種族とクラス何なの？俺エルフ。エルフ？エルフにしちゃった。エルフちゃん一目惚れした。あ、かわいいもんね。エルフのメイジやってる。ああ、魔法？多分ね、俺でもそうだとね、今後ヒーラーは少なくなると思うよ。ヒーラーは確かにね、いないと思うわ。で、4人で難関の男女行くとしたら、ヒーラーは絶対席がある。俺は俺の MMOKK の。ヒーラーは間違いない。慣れてもんの、そこからレオ。まあ、ネットゲームの常ですから、ヒーラーは。そう、敵をたくさん倒したい時とかは、遠距離陣の方が範囲も豊富だったんで。そうだよね、やっぱり。すげえやりやすいと思う。ほら、一発や。だいぶもう火力の差がすごい。さあ、これで蹂躙してる。5回突破。いいですね。ちょっとやり込みすぎちゃったね。ここはちょっとね、報酬も、あ、待って、これルーンのかけらこんなくれんの？大きい。これやばいな、これ。ちょっとずつ5回ごと弾丸があって、また力高かったら装備強くしてねと。うわ、これちょっとあれだわ、やるわ。何をやるわ俺。傲慢になるわ俺。傲慢だとポチポチやりましょうよ、全然楽しい。ちょっと後でレオなんかやろうよ。いいよ、後でやろう。取り終わったらやろう。はいはい、取り終わったらね。これが終わったら。はい、ということで、今まで見ていただきましてありがとうございました。はい、どうですかレオくん、やっぱリネージュこの2レボリューションやってみて。レオくんは、いやね、スマートフォンで見られないグラフィックの綺麗さ、あのね、パソコンでやってると遜色ないと思うよ。そうだよね、これ最高画質まで上げたらやばいよね、ほんと。こんな技術あんのっていう。いや、なんか感動するもんね。他にもなんか、なんだろう、俺感動したのは自動クエスト。あれすごくない？だからタップするとクエストを勝手に受注しに行って、 PC でできるクエストなんだけど、ね、スマホの良さも取り入れたみたいになってるから、あの、すごくやりやすいと思う。狩りとかもすごいね、お手軽になった。だけどやっぱ本格的やり込み要素もやっぱすごいあって。そうそうそう、で育成しがいが本当にある。これネットゲームやってた人はね、すごいいい親近感というかね、やりやすいかもしれない。狩りがすげえ楽しいもん。なんかもうスマホでとかも、ね、なんかネットゲーとかも全然関係なくて、みんながやれるような場になってるかなって。そうだよね。で、皆さんぜひともね、ただそんなリネージュ2レボリューションダウンロードしてみてください。概要文のところにね、リンクがありますので、ぜひともそちらからダウンロードお願いします。で、あとね、1個ね、俺とレオとかね、はい、あともう一人トライアルだったらボズくんっていう人がいるんですけど、その子とかみんなエヴァサーバーってとこでやってますので。そう、名前で決めた。エヴァ、そうだね、エヴァで。そこで一回決めちゃってでやってるから、そうそう、あの、僕たちと一緒にやりたい人とかは、エヴァサーバー登録すれば、はい、一緒にできますし、ぜひとも。みんなでやるゲームだから。そうそう、街とかにもしかしたら俺いるかもしれないから、ずっとなんか敵買ってるかもしれないから。そう、ワイワイしてね、あの、みんなでチャットしたり楽しむゲームだと思うから。はい、ぜひともね、あの、エヴァサーバーで。来るんだら来てください、来てください。だけどね、あの、エヴァサーバー埋まってしまうこともありますので、なるべくね、あの、早めに、そうだね、登録はとりあえずね、登録とか、そうそう、ダウンロードしてサーバーの確保とかはね、自分でした方がいい。早くしないとね、早くしないとしとかないとね。あと名前もね、そうだね、かぶることはできないので。そうそう、できないの、このゲーム。ニックネームとかね、希望のやつがあったら、早めにね、ただ登録だけでもね、ぜひともやってみてくださいませ。はいはい、ということで以上となります。以上となりますか。今日なんかありがとうね、チャットとからいろいろと急に呼ばれたけど、はい、俺は飛び出る男だから。飛び出る顔してよ。飛び出る顔してよ。はい、というわけで、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、リネージュ2
ツーレボリューションやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。バイバーイ。長い長い長い。欲しいでしょ。